はい、皆さんはこんばんにちは。そしていらっしゃいませ、安田くゆきです。はい、というわけで、ワークライフワイブ続きやってきますよ。で、まあここの拠点ね、をね、制圧したところで終わりましたね。ついにやったわ。統一戦を取り戻したのよ。はい、ラリーの家から稲妻みたいな光がたくさん出てたの。ただの電気の使いすぎかもしれないけど、例の実験をまたやってるのかも。様子を見に行きましょう。なに？あ、いろいろね。このゲーム、友達ともプレイできるんだぜ。いつ来てくれるのかと思ってた。こりゃ最高だ。また新しいのが追加されてる。最高だぜ。そっと取ってったけど。派手にやってるじゃない、ボアンか。この料理は絶対にちゃんと作りたい。え？退屈してんのか？ああ。ならこのゲームやってみろよ。お前か。なんで？この町に何が必要かわかるか？弾だ。本当のことだ。フォールズエンドの黄岩祭りは何十年も続く古い伝統だ。何？テスティフェスティは地域が一丸となって楽しめる貴重な祭りだ。カウボーイキャビアをドカ食いできる。みんなの士気を高めないといけない。ロッキーマウンテンオイスターを食べて笑顔にならないやつなんていないはずだ。ただ問題はカルトのせいで祭りが延期になってるってことだ。この俺が幸せの玉を出せなかったなんて思えないわけにはいかない。絶対にやろう。だがまずはテスティフェスティの飾り付けを引っ張り出さないと。ケニーという若者が古い納屋に保管してくれてる、はあ、俺は準備を始める。お前は納屋から飾りを取ってきてくれ。すぐ自分でレベルを作れるのか。はあ、何それ。いいところに来てくれた。危険な肉食動物。なんで？かわいいワンちゃんね。そんな風に街にやってくるなんていい度胸ね。大抵の人は一目見ただけでエデンズゲートを避ける。そういう人は散々な目に遭わなくて済む。私の父も最初に立ち上がった一人だった。ペギーが厄介事を起こすたびに大きなトラックに乗り込んでは奴らを街から追い払ってくれた。父はあのトラックを愛してた。ウィドウメーカーって呼んでた。でも父が死ぬ一週間前、トラックは奴らに盗まれた。ねえ、本気でカルトと戦う気はある？ウィドウメーカーを取り返してほしいのよ。やられっぱなしじゃないってことをカルトに教えてやりたい。この辺りの住人も勇気づけられるしね。トラックは東にある穀物庫で厳重に保管されてる。この仕事はあんたにぴったりだと思うの。一つでもやる。こんなに面白いゲームってやったことないぞ。なるほどね。あっちはあれですよね、多分救出だろうな。ウィドウメーカー、せや2階には行っていないね。ダメか、2階は行けねってよ。これやってみろよ、最高のゲームだぞ。何？ダメみたいだね。こりゃ最高だ。これは新しいのが追加。メオリーメイの父から。でですね、このファークライファイブはですね、UBI さん公式でね、実写の映画みたいなやつをね、 YouTube だったかな、なんか、いや違うな、アマゾンです。アマゾンプライムで見れるんじゃなかったっけ。だからこの主人公が来る前日談みたいな話がね、なんか実写の方では語られてるみたいで。ありがとうな。それを見てゲームをやるとより一層おもろいのかもしれませんね。面白いかもしれませんよ。ええ、話す。ハドソンは確かにタフだが、
それだけじゃジョンの拷問には耐えられないかもしれないぞ。ああやだな。ジョンやっぱり拷問してるな。女性の人わかんないね。俺乗れます。乗れるね。整備してるけどさ、乗れちゃうのね。ジョンはこのサイロの中に祝福のギラだけが抱かれていると言っていた。爆発しやすいから取り扱いには気をつけるように。共にエデンズゲートを向かうのだ。なんだって。ああ、なんで、あいあいす。ああ。なるほど。でね、まあ、だいぶパークのポイントが溜まってますよね。こいつはすげえ。ガスバーナーのスキルってどれだ？あ、これか。ゴム使うよ。釣りの達人。ああ、釣りね。ウィングスーツ、取りてえな。正直ね、ウィングスーツがないとですね、できないっていうのもあるんですよね。そのミッションが。スイングショット、あはん。ガスバーナーのスキルをやってみようか。よし。減ったぜ。俺は、あれ？これ、二得してなかったわ。水の中でも大丈夫。あと、ウィングスーツを着てみましょう。はあ、まだまだだな。あち。体力増加とかあったな。これもあるね。なるほど。あったあった。開けるぜ。よし、開いたぞ。お、なんだこりゃ。あー、終わり。で、これで、なんか壊れた車とかも修理できるらしいんだけど。誰かいるのか。俺だよ。誰もいないっす。私なんかこれを持ってるのか。なるほどね。あとは、よっ、教会にいるこの牧師さんにも話しかけないと。いたいた。私はどこにも行かない。話したいことがある。大丈夫かい。俺は施錠されている。またかよ。じゃあまたやりますよ。ちょっと待ってくれ。そっちか。よし、金を手に入れたぞ。来てくれ、保安官。ショットガンか。話したいことがある。なんだい。ホールズエンドに戻れていい気分だ。やる気を見せているな。頼もしい限りだ。知っての通り、ジョン・シードは多くの人たちを苦しめている。正直、私一人では手が足りない。ここの人々は私を必要としている。彼らを守るのは私の責務だ。その分、レジスタンスの状況を把握するのが難しくなった。時間ができたら、東にあるウッドソン養豚場の様子を見てくれ。ここ数日連絡が途絶えていて心配なんだ。戦えるものは一人たりとも失えない状況だからな。なるほど。サマリア人。
マップを見てみましょう。これはゲレット・キャルトール。あは。クソ！クソ！おい！ニックライダー！クソ！こちらグレース、ラム・オブ・ゴッド教会で野営中よ。ペギーがちょっかいを出してきてる。ここなんだ？これは？サイル行ってみようかな。どうしようかな。まあここかな。一番近そうでしょ。よし行ってみよう。これはバギーで行けるな。行くぜーバギーでブーン。出発進行。やべえ、なんか争ってんな。保安官狩りのシーズンだな。殺すな。フックの弾を使え。だだ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 だ。あら？なんだ？うぅ。やべ、僕だぞ。そんなに大したやつか？言われたことをするだけだ。水辺に運ぶぞ。清めの儀式は今夜だ。なんか使わってしまいましたね。暴れる。そして初めて。お。我々は神。ジョンだ。光に至る。そして歩むゲートを通る。エデンへ。まだ。十分じゃない。清めを冒涜するのか。いいえ、まずはアイセジョン。自分の罪に惑わされるな。私の元へ。ポーズだ。ポーズだ。このふにゃふにゃ。過去がどうであれ、やり直すことはできる。君がここにいるのは偶然ではない。すべては神の思し召し、慈悲なのだ。それを受け入れるか捨て去るかは君次第だ。このものは食材に至る。さもなくばエデンの門は閉ざされるぞ。はい、ジョセフ。師匠。告白しろ。これまで犯してきたあらゆる罪をすべて
包み隠さずだ。俺が見極める。食材に値するか。告白すれば、今すぐ告白すれば大丈夫、そうだろ？いいえ、大丈夫じゃない。大丈夫ない。どうして？ね、痛みのない告白は告白ではない。罪を吐き出せ。それを肌に刻んだ後、ジョンが引き剥がしてくれる。美しい光景な。ペイギーのクソったれ。なんだ、どうしたいだ。いやいやいや、どうしたんですか。あれまあ、いや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 、相手。あ、ちょい、危ない。容赦してもいけない。牧師様、そこに銃を隠してる。さあ来い。お前を失うわけにはいかない。すまんかったな。今やっちまったぜ。ちょ、待て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 、なんだこれ。キラ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 が見える。キラキラが。大丈夫だ、もう大丈夫だ、もう大丈夫。おしまい、おしまい。お前も、お、あー、やめて。あれ、お前は、あ、お前はドン、お前もドンドン。あ、ちょいかな。当たんなっす、行けっす。いかが、いか、いかが、いかが。当た、当たりませんな。俺ズームしてんのかね。ダメだな。よいしょー。頭、頭、はい、よし。うえい。ちょっとお待ちください。全然ダメだ。お待ちください。えい、パンチ、ナイスパンチ。いや、ここにいるぞ俺は。よそ見はいけないな。中に入りました。上に登りがある。お助けください。連絡が取れなくて心配した。主が正しく方向に導いてくださった。
助けを必要としている人はまだたくさんいる。カルドはこの先に残りの人質を移している。マールもだ。時間がない。使えるものを持ったら助けに行くぞ。なあ、を集めてくる。やり遂げるには人手が必要だ。マール、マール、マールって誰？ちょっと待って。よしよし、行こう行こうぜ。よいしょ、隣に座ります。どこまで行くかな。うー、あ、味方だった。ごめんごめんごめん、しっかりしよう。ごめんね、撃っちゃったよ。ごめんね。おっと、俺なんかのためにありがとう。オーケー。お前はマールじゃないな。よし、行こう。民間人引いちゃったで。すごいね。何これ、発煙筒か。おい。やばい、どこにいるんだ。悪役棒だな。花火ってどこにいる。あそこで逃げない。あー、ちょっとー、爆発だね。開いて、はいよ。大丈夫か、回る。お前が回る。ありがとう、ワンカン。マーク、ユリを迎えに行った。車で通りがないでくれ。おっきり。入る。壊れないよね、そうですよ。よっ、痛い。うわぁ、痛い、ケツ打たれてる。あれ、この野郎。ごめん。よいしょ、行って、いやー、マジで。キロキロー。ハーク、ヘリを迎えにやった。車で通りがないで。よし、行くぞ。やれ
あ、ちょっと待てー、どっから来たんだよ。あのクソ野郎ども本気で俺たちを救ってるつもりだ。声ダメなんかに閉じ込めやがって。クソは奴らの方だ。そんなことされてたんです。あそこか、味方かい。味方です。ええ、めちゃくちゃだね。降りまーす。清め。助けてくれてありがとうな、保安官。どうも。とにかく俺はルクスタウスと合流して体制を立て直す。どうも。ロンシードの野郎しはすまねえ。あそこから生還できたなんて信じられない。何も言わんの。他にある看板ももうすぐ落ちるだろうよ。ジョンはホランドバレーの住民を連れ去ってマンカーに収容してる。なるほど。ジェローム・ハドソン保安官が無事に戻るのを祈ってる。エデンズゲートにさらわれるべき人間なんていない。ハドソン保安官っていうのはあの女性のね、ジョンがあの飛行機で選手を送り込んできたら、ホールズエンドはピンチだ。ええ、くそ、ええ、よし。あんたは今日たくさんの人を助けてくれた。本当にありがとう。あ、ブーマー来た。成功するやつが増えてきた。大丈夫か？遠くじゃないといいが。おお、元気か？よ。いや、ブーマー。いやブーマあれ敵か。いい両手の最悪だ。よし、
何しましょうかね、それでは。兵士ルーク、他にある看板ももうすぐ落ちるだろうよ。調子はどうだ。大丈夫だよ。ジェローム牧師があんたのために俺たちを行かせたんだ。過保護だよな。あんたのことだ。大丈夫に決まってるのにな。みんなペギーを送って正気を捉えと回る。手前はどっちだ。飛行機や爆弾の音が増えたな。いい兆しかもしれない。よし。あんたは今日たくさんの人を助けてくれた。本当にありがとう。ではまあ次はどこに行こうかな。ここに行こうかな。ここに行く途中に連れ去られちゃったからな。武装トラックがいるみたいだね。この車でちょっとだけ、ちょっとだけ行きます。あ、間違えちゃった。ちょっと待って。まだまだ。お前どこ行くんだ。まあいいだろう。こっからだとクソ遠いな。ヘリで行くわ。もうジェローム牧師があんたのために俺たちを行かせたんだ。過保護だよな。あんたのことだ。乗るわ。決まってるのにな。では上昇。手前の跡地だ。行きまーす。うひひー、ヘリいいね、これ。でもそこの家見てねえな。パラシュート。あー、そこの家に行きまーす。とりあえずね。なんもないわ。ここの家なんかあんだよね。これ何これ。ああ、お伺いはすぐそこだ。俺はやんだ。誰もかな。どんどん。俺、君。ライフルの弾。ねえ、なんか、ジューベイとラグナの会話を聞いたが、これはひどい。殺されてるな。なんか銃持ってるけど、これ取れねえな。これ敵なのか味方なのかわからんな。なんか、敵の飛行機がいるっぽいな。これは？これ武装だもんね。じゃあこれだ。ちょっとだけやらせてくださいね。もうちょっとだけ。よし。なんだこれは。あ、車があるのか。施錠されている。これで開かない？ダメか。さすがにダメか。ダメかね。これだ。ヘリで行った方が早い。どうした、そんなにガルガル行っちゃって。上に参ります。どうしたな。あそこだな。ちょっと遠いかな。この辺でやめときましょうか。よし。よいしょ。なんかあったな。なんだここは。なんかやられてんな。どこに何もなかったな。蜂の巣。
ハチの巣も。おい、大丈夫か？状況は聞いた。ジェロームのことはありがとな。よくみんなをジョンの浄化から解放してくれた。やつは気分が良くないだろうが、はっきり言ってざまあ見ろだ。その調子で頑張ってくれ。ザマダッチアウト。オッケー。もう少し、もう少しだ。この人たちは、これ敵だな、これダメだ、この状況はやめとこう。で、降りまーすよし、降りまーす。はい、というわけでね、今回はこの辺にしたいと思います。次はあそこ狙って、さっき見つけたところを見つけますよ。はい、それではね、またのご来店お待ちしておりまーす。おーちゃん、 keep us safe.